プレーヤーが随分センターサークル中心にまとまりました。キム・ジンヒョンです。タフライ同点。そして先制点を取りましたが、高輪ナイスゴール、素晴らしいゴラッソから縦パス入る、高輪ターンしてシュート、阿部龍馬こぼして沈めた、そうですね、かなり気合が入っている。おっと、ここ高い位置で取って、高輪前に出る、さあ前空いているが、キーパーをかわしてシュート決まった。押してました、一気に長いボールで高輪裏を取りました、決定機、いきなり先制、ネットを揺らしました。